こんばんは。こんばんは。ふう、また家とはちょっと雰囲気違うな。どうも。だ。え？ほんまだ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あれ？ちょっと待ってね。ちょっと待っててね。ちょっと待ってね。こんばんは。こんばんは。ちょっと。いや、変わってない気がするな。あれ？いけてるかな？いけてる？これ。あれ？これ今、遅れる？遅れない。いけてる。よし。遅れない。よし。よし。よかったぜ。焦った。マジで。いやー、すいませんね。あ、いや、ごめんなさい。今から見始めた方は申し訳ないんですけど、はい。すいません。別に、言うほどのあれなんですけど、はい。よかったぜ。焦ったぜ。申し訳ないからな。気にしないでください。はい。新しいお洋服。いや、結構前から持ってる服ですね。はい。ドラマ見て、ありがとうございます。まあ、もうちょっとしたらね、TVer とかでも配信されるんで、まあ、ちょっと、それでね、ルーム見てください。ルームですよ。うん。なんでそのアングル？ああ、もういつもなんですわ。配信の時はもうこのアングルって決まってるもんで。さあ。パソコンを落としましたと。今日明るいね。ああ、確かに。電気明るいかも、今日は。なんか顔色が、なんか、よく映んなくて、さっき。みたいなね。うん。ご飯食べてたところ、あ、そう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 。ここで、ご飯、食べちゃうやつですよ。髪色黒に見える。ああ、光によってね、多分絶妙だけど。はいはい。ここで食べちゃうスタイルね。うん。髪の毛傷まない。あはー、髪の毛傷むよ。もちろんのこと傷む。傷むんだが、ケアをしておる。うん。ケアしてる。お肌綺麗だね。いやー、まあそうでもないですよ。全然赤みとかありますからね。うん。ハーフアップジント終わったんだ。いや、終わってないっすね。逆に今ならまだちょっとおろせるから、ハーフアップしてないぐらいのテンション感ですね。うん。まだ結べる。全然結べる。全然結べる。けど、今結んでないだけっすね。髪の毛綺麗に保つコツある？まあまあ世の中いっぱいいろんなね、シャンプーとか、ヘアオイル、ミルクとかいろいろあるけど、信じて使うこともまず大事で、あとはもう自分の髪の毛が今どんぐらいのダメージなのかによって、変えるとかね。うん。だからその本当にこういっぱいする人は、その美容師さんが美容師用のこう何サロン用のシャンプーをおすすめする人もいますよね。うん。まあまあ自分で成分見て、そこはね、こだわっていただけたらなっていうのは思うよ。うん。
指輪どうしたの？あ、あの帰ってきたんで取れました。はい、次は何色にするの？いや決めてないね。早くない？今から決めんの。今から決めたら染めちゃうって。うん、サロン先輩がいいのかな。いや、まあまあ、ただまあ、ねえ、いい値段するからね。いい値段するものもあるからね。うん、だから成分見るといいですよ。はい、こんなん言うのもあれですけど、成分いろいろ見て自分が、あ、これがいいかもって信じてやつを使うとかね。うん、キャンドリ髪型どうなるかな。あ、いや分からんな。キャンドリの時の髪型分からん。分かんない。明日大ちゃん誕生日ね、おめでとう、お疲れって感じですね。はい、成分分かんない。あ、まあ成分はね調べるしかないですね。はい、まあまあまあ大地が24歳の誕生日っていうことでね、ちょっと早いけどおめでとうね。おめでとう。眉毛綺麗。あ、そうですか、ありがとうございます。友達にミルク勧めてきた。うえーい、うえーいとか言ってますけど感謝します、ありがとうございますね。昨日ファンクラブ入った。あら、すごい、ありがとうございます。嬉しいね。プレミアムミルクかな、ミルクのファンクラブの方かな。ありがとうね。最近ミルキーズ友達ができた。すごいね、いいね、よくできたね。いや、まあお一人参加の方も結構多いからね。うん、学校の先生とミルクの話で盛り上がった。すごいね、そんなことがある時代になったか。来月ジントくんのキラリ入会予定、ありがとうございます。もうぜひぜひ、いつ入ってもね、過去のものも見れるよね。見れるはず。一人寂しい、友達欲しい、ぜひぜひライブ会場で作っちゃってください。うん、わかる、一人寂しい。おー、ほら、もうソロの人たちがいっぱいいますよ。ぜひぜひ勇気持ってね。姉妹でいきます。あら、嬉しい。ん？ん？あれ？なんでだ？ちょ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 、待って待って待って。ん？なんで遅れてる？ん？あ、え？怖い。なん、え？遅れちゃって、みんなは遅れないよね。なになになに？え、みんなは遅れないよね。オフになってるよね。普通、あ、オフだよ。遅れないよね。遅れないよね。遅れないよね。そうだよね。びっくりした。うろたえちゃったよ、本当に。びっくりした。えー？あ、海外の人は遅れる。へぇー。ハロー。あ、そうですか。いや、うろったえちゃいました。あ、ごめんなさいね。いや、僕前回やった時にミルクチームでおったばかりに、そのミルクチームのよくこう配信とかに使われる端末からやったんですけどね、ちょっとまた違う端末になったらちょっと分かんなくてちょっと分かんなくて、すいませんね、びっくりしちゃって。スターダストワールド、わらわら、なあ、笑とんねん。ありがたいけどね。うん、よっこいしょ、よっこいしょ。姉と母を初めて連れていく。うえ、やるやん、嬉しい。
頑張るしかないね。学生の時、あ、ごめんなさい、ちょっと読みそびれましたけど、ジンド君チェストしよう。そうですね、みんなが見てくれてる間に。ということで、今日も一日おやつさ、明日もチェストということでね、ありがとうございます。なんかね、家で配信するとテンションが上がりきらんな。なんかやっぱあるんだろうな、家テンションって。なんかね、そのさっきまですごい仕事のテンション感入ってたんだけど、急になんかね、すごいこう止まるね。なんかね、今日は何か忘れ物した？えぐい。人のこと絶対忘れ物する人だと思ってるわ。今日はしてないです。何も忘れてない。何も置いてってない。全部ある。もういい？うん。今イヤホン忘れて唇を読んでいる？そうですか。ありがとうございます。本当に。ねえ。忘れてることは忘れてる可能性はない。ないです。さすがに自分のものは分かるんで。ええ、読めない読めないよね。今日サングラスなくして泣きそう。うぃ、分かる。あ、でもメガネなくしたことはないかな。うん、でもだな。うん、学校の先生にレコメン勧めた。ありがとうございます。本当にめっちゃ嬉しいよ。お兄ちゃんとキャンドル行くよ。すげえ嬉しい。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。うん、コンタクトしてないの？いや、コンタクトしてるんですけどね、あの目細める癖があるんですね。うん、もうやめるか。意外とできてたな。意外とできるね、これね。でもやっぱ腹話術の人はすごいな。意外とうまかった意外といけるかもな。ねえ、唇読まれたくない瞬間あったらこれ喋るんよね。だってね、ちょ、今ギリギリだけどね、もうちょっと練習すればうまくできる気がするわ、これ。まあまあまあ、あの、まあ俺ができたところでなんだけどね。ライブそれで歌って。いやいや、もうそこ気になるし、もうこうやってマイクやってるからほぼか分かんないし。だっていや、分かるか、俺口あんぐり開けるからな。最近ギター弾いてる？弾いてますね。弾いてます。何飲んでんの？コーヒーですね。はい。とレコメンってトータル6時間かかってるの？6時間は言い過ぎだな。8時ぐらいから打ち合わせ始める。8、9、10、11、12、1、5時間ですね。嘘ですね5時間半ぐらいかかりますね。はい。うん、佐野さんが6時間で言ってた。まあまあまあ、そ、持ってるっつうか、まあ、いや実際かかってんのよ。8時に入るとか、そこももっと早い時から入ったりもするし、打ち合わせ、そうね、終わってからもやってるし。うん、実はね、まあまあまあ、それ3時間生放送してたら、まあそりゃ前後そんぐらいしなきゃなっていうね。さすがす、いや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 、ラジオっていいぞ俺は大層な人間ではないけど、その僕をきっかけにラジオっていう
ところでこういろんな方がやられてるのをいろいろ聞いてみてほしい。本当にめちゃくちゃ面白いから、本当にラジオ好きだね。いやラジオ好きだね。携われてることが感謝だね。3時間生んだってそうそうねできないですから、本当に白羽の矢立てていただいた方に感謝しつつね、恥かかせないように頑張ってますけど、喋りが上手って言ってたよ。誰かキャンドリーリハ始まった。まあ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 ですね。ハヤトか、うん、そうですね、ありがとうございます。吉田くんのことを顔いいねって友達が言ってた。あざます。すいません、とりあえず顔だけでも好きになっていただけて。話すのと聞くのとどっちが好き？会話ってその両方で成り立ってるからどっちも好きなんじゃない？顔がいい、白立てたい。なんで？白立てたい。あ、ラジオの話か。あ、ラジオの話ね。ラジオの話。いや、どっちかってなくない？だってラジオというものが好きなんだもん、だって。ねえ。でん、なんで？眠い。あーね、わからんこともない、わからんこともないよ。チェストって何？頑張ろうねみたいな意味。うん、頑張るぞ。おーって言うでしょ。おーがチェストになってるようなもん。うん、みんなで一緒にっつったらチェストっつって、だ頑張るぞみたいな。うん、まあもう何を頑張んだって話だけど、気合い入れるぞみたいな、イエーイみたいな、イエーイと一緒、イエーイとチェストは、こう怒られそうやな、これ鹿児島県民に。まあまあそんなもんすよ。はい、今日めっちゃ声、声おかしい。これおい、鹿児島県民の人に伺いたい。鹿児島弁喋ってって言われた時なんて言ってんの、みんないつも言われないか。鹿児島県民の人は県民には言われないもんね。鹿児島弁ってね、あのないんだほぼ。うん、めっちゃむずいんだよね。うん、その一回聞きたいならそのね、何かしらで見てください。鹿児島弁喋ってるニュースのインタビューしてるやつとか。うん、鹿児島って訛りなんですよ。うん、いやだからといってね、訛って配信しますとかちょっと、まあ別に皆さんはむしろやれよって話なんですけど、まあちょっと僕のルールブックに反するな、ちょっとな。うん、あざとすぎるというか、大ちゃんなまりまくってたけど、大ちゃんもね、ちょっと今大なまり期ですね。はい、あれはあれで別に、うん、関西弁がすごい。大ちゃんはもう今やばいですね。大ちゃん、あざといのがいいんだよ。あざといのがみんなにとっていいのか俺にとって嫌なのか、まあこれはまあだからそのもう僕の信念にとも、うんね、うん、すいません、うん、鹿児島の好きなところ、鹿児島の好きなところか。地元って問答無用で好きだけどな。その鹿
鹿児島の好きなところ飯うめえ。うん、飯うまいし観光地多い、一つ一つが綺麗、おわ歴史がある、うんかなあ。観光地多い、観光地多いっすよ。あのまず空港の下ね、温泉街がありますよ、霧島というね、うん、霧島と、もちろん鹿児島市内天文館ね、天文館と、あとはその指宿枕崎っていう流しそうめんの本拠地みたいな、本拠地って言ったら観光地みたいなのとか、砂蒸し温泉があったりとか、結構ご飯何が有名、わかりやすいので言って黒豚しゃぶしゃぶだね。でもどれもうまいな、鶏豚牛、うん、全部全部うまいな。カルカン好き、カルカンもね美味しいですよ。チキン南蛮、あう、チキン南蛮は宮崎、いいんだけどね、バチバチしてないから九州はいいんだけど、違いますね。白熊ね、はいはい、白熊有名です、無邪気ね。修学旅行鹿児島なり、九州民かな。東仙峡行ったことある？東仙峡がその今言ったあの流しそうめんの本拠地みたいな観光地があるんですけど、そこは行ったことあります。梅雨がうめんだ、ニジマスも釣りましたね。うん、鹿児島いいよ。うん。なんだ、高千穂まで行ってもいいね。なんか皆さん見たことない、飲むヨーグルトとか、コーヒー牛乳とか売ってる。あの高千穂って、その宮崎と鹿児島の県境のところに、県境っつったらあれか、まあ一応宮崎なんだよね、確か。あれ？ごめん、ちょっとわかんない。ほぼ俺の庭みたいなところが、ちょっと鹿児島県のものなのか宮崎県のものなのかがちょっとごめんなさい、私高千穂宮崎、そうですよね、すいません、宮崎と熊本の県境な、宮崎と熊本の県境ってことはほぼ鹿児島の県境ということでいいかな。ダメか、まあそこもいいぞ、うん、九州めちゃくちゃいいぞ、どうでもいいぞ、うん、熊本のこと、あのね、熊本のこと春に教えてもらおうってね、まあもちろん確かにめちゃくちゃ教えてくれると思うんだけど、あの、知らないことをあまり責めないであげてね、あの、俺もだけど、15ぐらいで出てきてるから、その知らないところもあるからね、あの、全部知らねえんかいお前って言わないであげてね、うん、余計なおせっかいだけど、これはね、うん。熊本来たことある？熊本は行ったことありますよ、もちろん。あの女優は泣かないっていう映画があるんですけど、僕が出てる、あのそれは熊本で撮りましたから、うん。いつか里帰りする、いつかは里帰りすると思いますよ、うん。スペは知ってる、スペースワールドですよね、はい知ってますよ、もちろん行ったよ、あれ行った、行った行ったと思う、行った行った、北九州ね、うん、うん、あの亡くなったことも知ってます。グリーンランドも行った、熊本ね、行った行った、うん、あのカドリードミニオンも行ったね、うん、まあまあ今九州民だけがただただ喜ぶ時間だったけど、うん。22時だよ、キラリは。もうちょっとやろうか。さすがにちょっと遅れたから、ごめん。ちょっとあと10分ぐらいはやらせてほしい。で、キラリもやる。キラリは15分後。リンクがね、インスタにあるから。まあまあ、ね。うん、今迷ってる方は、まあ、そこから、うん、まあまあまあ、別に、はい、あれですけど。ねえ。だから、もう、キャンドリまでは、あと、
どんぐらい？あと何日？正確な数字は？皆さんごめんなさい。数えてみて。勉強教えてほしい。ごめん、バカだから無理。学業無理。あと3日？おいおい、やばいって。爆発するって俺。あと50日。わかんね、わかんねえよな。50くらい。50くらいっすよ。50日、50日。50日で埼玉スーパーアリーナ？いや、あと、やばいね。いやいや、明日だよ。怖えって。明日はやばいって。悪い夢だよ。うん、55日ぐらい？うん。え、今日でしょ？いや、じゃあ俺何してたんだよ、じゃあ。大昔しとるやないか。ジントくん香水つけてるの？あ、今じゃない、今じゃない、それ。ええー、だからもう本当にね、頑張りますよ。アリーナツアーね。前も配信で言ったけど、そっから数日しか経ってないけど、一日一日の重みがすごいよ。だんだん近づいてるっていうところは。うん。肌きれい、ありがとうございます。50日前後、そうですよ。やべえな、前ではないな、50日ちょいだな。うん、ま、今日もね、あ、今日じゃないわ、今週もね、あの、いろんなメンバーがじゅんぐりじゅんぐりすると思うんで、明日もね、多分する、ん？あん？わかんねえわまた配信すると思うんでね、見てやってくださいよ。見てやってくださいっていう立場でもないんですけど、全然。部活で振り覚えられなくて泣いた。うん、いいね。まあまあ、その、努力なんで。コーヒー？コーヒーです。TikTok いつまで？あと5分ぐらい。過去の MV 見返してる。エモいね。エモやってんじゃん。いいじゃん。いや、恥ずかしいな。いや、恥ずかしいな。うん。まだ照れくさいの、なんかな。ご飯食べた？食べましたよ。あの、明太子おにぎり。うん。今日あんまりいい日じゃなかった。おー、そう。今日あんまりいい日じゃなかったか。なんか、ない？自分の周りに今日、まあ、ちょっと半端にいい日とは言えなかったけど、なんかこれやれば、まあ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 いい日って言えるかっていう日になれるようなもの。なんかやってから寝よう。なんかあんまいい日じゃなかったなと思って寝るのなんか嫌じゃん、なんか。ね、ここまでは、うんって、ここまでは良くなかった。ね、こっからこれするからいいお休みってできるじゃん。まあまあまあ。ね、今コメントでみんなもその、まあ、僕の配信がいい日になりましたよって、まあまあまあそうなっていただけることはまあもちろんのことはありがたいんだが、なんか今からコンビニとか行ってなんかスイーツどか食いとかしてみたらいいんじゃないか。それでなんかうわ食べ過ぎたけどまあ3種類食えたしいっかってそういうもんじゃないかな。え、太りますよ？そういうことじゃない。太る太らないじゃない。もうその体の健康は心の健康からですから。ギルティーすぎる。いいのよ、明日頑張れ。いいんだから、だって明日ちょっと歩けばいいんだから。自己肯定感上げていかないとね。自己肯定感上げられるの自分しかおらんからね。3種類は罪悪感が勝つ。まあね、大げさだけど
珠玉の一個を買ってそれを食べながら自分の好きな何かを見ながらとかさ、湯船使ってポカポカして寝るとか、カウンセラーなのじんちゃん。カウンセラーはもっとすごいこと知るよ。いやただなんかね、そのなんか絶妙な気持ちで寝んね、嫌だ、嫌って思ってね、まだちょっと元気あるならそんぐらいしてもいいのかなっていう。いい声ですね、すいません、ありがとうございます。寝れば忘れる、いいね、ハッピーポジティブ、元気出そうみんなってコメント来てる。いやほんとよ、頑張ろう。頑張んなくてもいいか、なんかあれだな、この流れ嫌だな、なんか。うん、うん、大地くんにプレゼント何渡すの？ああ、今から、あの、全然今のなんかこう、みんなに向けたメッセージとは、本当裏腹に、なんやこいつらって思う話するんですけど、もうメンバー間でプレゼント渡すのやめてますんで、あげないですね。はい。いや、なんかあげようみたいになった流れがあったんだけど、やめようって言ったのが、大地も言ってた意見なんで、あの、やめます。誕生日として体操にこうあげるものはやめます。はい。うん。ぬいぐるみあげてたね。ああ、よく知ってますね。あげました。はい。何時におったおめメッセージ送る？まあまあ、それが起きてれば0時には送りますけど、わかんない。正直今ギリギリ眠いからね。ギリギリ眠いから。はい。ということで。まあまあ、ね、あの、大地くんのことを推されてる皆さんも、大地くんのことも、あの、知ってる皆さんも、ぜひあの、大地くんの、まあ、インスタとか、何かしらで、なるべくたくさんおめでとう言ってあげてください。なんであげたの？ライオン。取れたから。クレーンゲームね。うん。はーいと。あ、素晴らしい。素晴らしいですね。今来て、これを見てる皆さんは、大地くんに絶対おめでとうって言ってあげてくださいね。はい。大地くん、あの、人からおめでとうって言われることがもう何よりも幸福なんで。はい。はい。ということで、まあ、そうだね。5、6分後に、キラリっていうアプリの、吉田仁との会っていうところで配信やるんで、まあそっちも見てください。ストーリーからリンクを飛んでください。仁ともいいんだね。どうだろうね。言うだろう。はい、じゃあさよなら、バイバーイ。